吉川です本業の授業の方が忙しくてしばらくこの進化免疫学は休みになっていましたまあ秋2学期の期末試験も終わって、えー、前回細胞性免疫のところまで行ったと思います、えー、今日は液性免疫まあ 特異免疫の花型といえば、この抗体分子の液性免疫になります。中身が結構濃いので、4回くらいに分けて説明したいというふうに思います。えー、抗体構造、えー、機能、そして AB 細胞。えー、今回、到達目標としては、 抗体の構造と機能を説明できるとどうやって抗体というのが多様性を持つことになったのか本当のことが分かるまでにかなり紆余曲折がありましたまあキーワードとしては抗原定時と液性免疫抗体概念パウル・エリヒの即座説から始まりますけれどもまあクローン選択説と最終的に えー、それを保証する多様性の獲得としての、えー、リアレンジメント遺伝子再編という、えーまあ、トネガー・スム先生がノーベル賞をもらうわけですけれども、えー、ポール・エリヒの即座説抗体のった説ですねポーリング、えー、アミノ酸配列を決めたエーデルマンクローン選択説のサー・マークファエライン・バーネット、えー、そして 遺伝子再編のトレガース進先生まで皆この5人ノーベル賞をもらっておりますまあもう少し進んだクラス1そして液性免疫記憶等について説明したいというふうに思います課外学習獲得免疫の最後に分化したリンパ球が B 細胞になります えー、まあ分子生物学の中でも最も華、えー、々しかった、えー、免疫学その中の、えーまあ、トップというか最先端であった、えー、この抗体について、えー、まあゲノム科学にもつながっていった問題になります。まあ、時間があれば歴史を調べてみましょうと。 クローン選択です。もう言いましたね。遺伝子再構成。クラス1、えー。まあ、その時代の常識を超えた未知の世界だったということになります。えー、まあ、現象として二度がかりなしというのを、えー、歴史の説明をしてきましたけれども、えー、まあ、一つは、えー、病原微生物という世界が新しく開けた。まあ、もう一つは、この 特異免疫という長い二度がかりなしのメカニズムが解けたという偉大な二次世紀の分子生物学の発展ということになるかと思います。<coughs> それではヒューモラル・イミュニティとイムュンネットワークということから始めたいと思います。まあ、細胞性免疫のところでも 説明しましたけれども、基本的には微生物その他、異物が入ってきたとき、抗原定時細胞というアンチジェンプレゼンテーションセルですね。マクロファージン、まあ基本はデンドレティックセルになります。これらが鈍色をして、ファゴゾームで取り込んで、ファゴライソゾームで処理をして、自分の中に異物が入ってきたと。 とというこを樹状細胞で処理された抗原ペプチド大体、えー、アミノ酸でいうなら8個から10個くらいの断片ですけれども、えー、まあそれを、えー、MHC のクラス2というまた後で、えー、説明しますけど組織適合抗原複合体の、えー、2型、えー、まあ 抗原定時細胞といえばそれぞれの回転寿司のお皿みたいなものになりますけどその上にいろいろなネタをそれぞれあった形で乗っけて出すと、まあ、それを T ヘルパー細胞がそれぞれあったクローンとして対応するというとこから始まりますそしてこの時補助分子として、えー、CD4 分子と B7 あるいは CD27 といった分子群がそれを補強する形で動きます。でこの時のヘルパー細胞というのが、まあ、一番原点で T ヘルパー0ヌルと呼んでいます。でこれが受けてエキセ液生免疫この間の細胞生免疫の場合では IL12 とかですね T ヘルパー1そしてインターフェロンガンマンが動いてキラー T 細胞の、うんえー、CD8、えー、まあこの時の本当のターゲットになる時には今度は MHC のクラス1に乗って抗原が出てきた、まあ、その細胞を、えー、感染した細胞あるいは 異物を取り込んだ細胞として処理をするというパワフォリントグランザイムでアプトーシスを起こして消していくという話をしたという思いがありますけどもう片方 IL4T ヘルパー2をアクティベートして IL4IL5IL10 というような形で B 細胞に分化増殖をさせて 抗体酸性細胞の形質細胞に誘導していくという系が今日のテーマの液性免疫ということになります。まあこの図を頭に入れておいてください。まあ個々の機能と役割は順次ゆっくり説明をしていきます。えー、もう少しここのところに詳しく図が書いてあります。 T、えー、ヘルパーゼロの、えー、ナイーブ T ヘルパー細胞、えー、抗原 <laughs> 定時細胞から出てきた、えー、そこにある MHC のクラス2の上に、えー、抗原定時がされていきますちょっと赤い線で書いてありますペプタイドの、えーまあ、10個くらいのもの、えー、真ん中の一番上ですねでそれに対してそれに合った <coughs> T セルレセプターを持った T 細胞が認識をすると、まあ、その時に、えー、抗原定時細胞の方からは、えー、CD4 分子、えー <coughs>、それから T 細胞のほうの CD4 分子、あるいは先ほどの、えー、<coughs> 注意でやりました、あえて CD28。 あるいは B7 っった分子が関わってきます。もう少し真ん中に簡単な図で書いてありますね抗原定時細胞から、えー、<coughs> MHC のクラス分子に抗原断片を抜けて T セルレセプターの方で受けるという形になります。でえー 液免疫の方は TH2 ですね T ヘルパーの2が IL4 を出してオートクラインな格好で分化増殖を始めるとその時に IL4561013 といったようなインター領域が活躍しますそしてサーフェス IG を持つ B 細胞がクローン増殖をして 形質細胞ですね、プラズマサル、抗体酸性細胞に分化していくというストーリーになります。まあ、それぞれのインターロイキン、主な役割、酸性細胞 IL4 は T ヘルパー0ですね、NURL と T ヘルパー2、あるいは一部 NKT 細胞等で産生されます。5は T ヘルパー2。 <laughs> 次のステージですね。あるいは、肥満細胞、マストセル等がサンします IL10 はやはり T ヘルパー2細胞からマクロファージ。IL13 が T ヘルパー2に NK 細胞といった細胞群がサンしますターゲットセルとしては T ヘルパー 2B 細胞、あるいは高3級、 ヘルパー1の方にも働きます、まあ、ここは、えー、最初の時に言ったか分かりますけど TH1 と TH2 っていうのはある意味では、えっと、相手を、えー、<coughs> 自分の方が活性化していく時は相手を抑制するっていうようなフィードバックネガティブのフィードバックをかける格好になっているので IL10、えー、は、えー、むしろ、えー、細胞生命液を え抑制するという、まあ、インターフェロンガンマー酸性を抑制して TH1 経路を抑制してえ液性免疫が当然必要とされていると考えて TH ヘルパー2の方の経をえ動かし1の経路を抑制するという格好になります、えー、それから IL13 は B 細胞マクロファージ系ということでえそこにあるように作用が、えー ポジティブ、えー、あるいはオートクライン入ったポジティブ系の方は T ヘルパー細胞の分解誘導抗体酸性の方に行きます4513から13で、えー、と10は逆に細胞生命液の方を抑制するという、えー、機能を持っているということになります。 TA ヘルパー2が賛成するインターロイキンってしかしなんか名前だけで言ってきたので実際に、えー、名前ではなくて実体としてはどんなものかというのがここの図に書いてあります。インターロイキン4129のアミノ酸から構成される可用性タンパクで図のように4つのアルファフェリックスがメインになっています。 インターロイキンの5というのは、えー、通常二両体を形成して機能しますだからこれが二分子で機能する格好になります一分子の時はやはり4個のアルファヘリックスです二両体になって生理活性を出すということになります IL10 は123456 6個のアルファヘリックス構造、えー、順序、えー、多分ん、沼津からだと思います。ABCDEF という、えー、それぞれのヘリックスに番号がついています。こうやって見ると、結構、インターロイキンの液性免疫系のアルファヘリックスが多いですね、あまり、えー、長いベータシート構造がなくて、アモルファスなところとヘリックスがメインになっている。 という感じになりますね IL13 が、えー、IL4 とそうですか似ているかそうですね、えー、4個のアルファフェリックスを持つのでまあ想像たくまくしくするとプロタイプの4から遺伝子重複なりどっかで手に入れて分かれてきたものになっているのかもしれませんかなりの創造性を持っているようですね。 30かはい、えー、何度も分かるように書いてありますか T ヘルパー 0T、えー、<coughs> ヘルパーの1と2に分化して1の方がこの前やったインターフェロンガンマ TNFαIL2IL12IL23 あたりが働いて細胞性免疫あるいはプロの プロインフラマトリーサイトカインという炎症細胞の元を起こすサイトカイン等の誘導が起こります。IL4 で液性免疫の方に行った T l p パー2は抗体液性免疫ですね。それからアンチインフラマトリーサイトカインですからむしろ炎症は、えっと、抑える方のサイトカインを作りますか 4, 5, 6, 10といったインンターイキンが動きま,すまあそういう T ヘルパーゼロから細胞性免疫に振るか液性免疫に振るかという、まあ、ある程度のせめぎ合いがあって、えー、互いに相手を動くときは抑制をかけるというようなネガティブのフィードバックをかけながら、えー、生体防御反応を誘導していくということになります。 ということで十、えー、の一は、えー、ここで、えー、終わりましょう。えー、なかなか敷居、えー、の高い、えー、話になっていたかというふうに思います。